合体したダブルチョップ、そしてサンドイッチを2アタック。さん、連携という点ではベテランチームの方が良くないですか？それはそうですね、やっぱり今でもこうやって、超えますよね、引き手をついたらあれだろうということがね、そういうのはまだ若手の方には見られませんね。なるほど、本来そういう指示を与えるのはこの三沢なんですね。そうですよね、はい、ロープにホイップした三沢出そうだ、フライングボディアタック、そのままプレッシュ、カウントはどうだ、カウントは2、そして因縁寿司のエルボーです。放送席に転げ落ちてまいりましたジャンボ鶴田、その背中は大きく、そして汗はびっしょりであります。セントーン背面落とし、カウントは2、歌舞伎にタッチです。歌舞伎、そして三沢です。エルボースマッシュ、当てる当てる当てる、そしてキックです。うわ、今ゴツという何か鈍い音がしました。今よく聞いてますよね、何かこのシューズの先端の方で当たったのではないかという鈍い音がしました。グレート歌舞伎、カウントは2。さあ超世代軍団、新世代軍団はさあこれからどうするのか、非常にポジショニングとしてはいいところなんですが、小橋健太につなぎます。こうやって今歌舞伎にね、エンジンがよく当たったんです、はい、そのところに当たったんです、その後のその攻めがね、例えば三沢にファイルドライバーとか、そういったものがあまり見られませんね。あ、なるほど、そういう技が有効だと思うんですよね。それは攻めあぐねてるということなんですかね、ためらってんですか。そうね、まあ、ためらってはいないと思いますけども、そういう技を今まで出しつけていなかったからでしょう、やっぱりね。なるほど、そういうものが今度どんどん出てきたらやっぱり今一つ上いくと思いますよね。この三沢、右足首をちょっと痛めてる、あー DDT です。田植えが打ちました。その辺もこういう技を本当にいろいろ覚えてきましたからね、はい、今度はね、いつどこでっていうことじゃなくて、はい、とっさにこう出すようなことがね、なるほど、できたらやっぱりこれもまた素晴らしくなると思いますよね。瞬時に繰り出せるよ、さあトップロープにガッツポーズ、そしてエルボードロップかわされた、そしてグレート歌舞伎がローリングタッチ、さあジャンボ鶴田が出てまいりました。そしてジャストミート、今日はこのジャンピングにアタックの多い、タオエのこのジャンピングにもう3つ組みましたね、はい、ですからこれがやっぱりいけないですね。ネックブリーカードロップ、15分が経過しております。あれぞこれカウントは2。さあ抱え上げたドリルホールパイルドライバー、カウントは2。赤いショートタイツ、動きが止まってきたか。さあダブルのブレンバスターの体勢、天を仰いでおります。タウヤキダゆっくりとカバー、カウントは2、かろうじて返しました。まだあのタウヤに、ね、返すときに声をガーッと出してますからね、まだ気力はありますね。なるほど、さあパンチを連打しております。フチ、さあ三沢が入ろうというところですが、田植え残ります。蹴り上げていく、そしてファイト一発アッパーブロー、気迫十分です。カウントは2。さあ早くもそのペイントが随分と剥がれてまいりました。ネックブリーカードロップ、そしてカバーが速いとグレート歌舞伎、カウントは2です。ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田が出てまいりました。エルボーを打ってコーナーに据えます。そして相撲突っ張り突っ張り、
そしてエルボー、あったキックで蹴り倒した。オーダーオーダーお任せジャンボ鶴田のカバーの体勢。カウントは2。ここでもう向かっていってね、倒して逃げて帰るというぐらいのことができるといいんですよね。あと一歩、押しが欲しい田上明です。キャンバス中央、あー2回目、今日2回目のパイルドライバーを浴びました。カウントは2。田上明のロンリーバトルが随分と長くなってまいりました。リバースにホイップした、食べチャンス、ラリアット。さあタッチするか、さあどっちにタッチするんだ。三沢にタッチだ、三沢いきなりトップローブ、いきなりトップローブ、フォーカスを定めた。ジャストミート、ジャストミート、そして釣れた、そして釣れた。背中にチョップ、そしてエルボーだ。さあ三沢コールだ、ラリアット空を切った、そしてスピンキック。超世代軍団の要としてバックライブ、反転トップアタック。さあ両の腕を取った、グレイト歌舞伎がカットです。あーと強引なジャンボキック、さあやはりこのキック一発、ジャンボ黒田のペースに持ち込まれるのか。三沢コール、三沢コールに揺れております。超満員石川県産業展示館であります。三沢光晴、右の肘を、右の足首を痛めております。蹴るたびに痛むと言っていたこの三沢、そして肘にはエルボーズために水が溜まっているこの三沢でありますが、サイドスープレックスに切りました。こういう力もやっぱり三沢十分ついてきましたね、力がね、はい、やっぱりジャンボを掘るんですからね、はい、合体新世代ドロップキック。さあ今度は田上だ、エルボーアタック、そして今度は三沢が、三沢が出るぞ。エルボーです、エルボーです。ギロチンドロップ。小橋もまだね、やっぱり鶴田の足をね持ってカバーしなきゃいけないですね。あ、なるほど、はい、さあバックドロップ、岩石、岩石を落としたぞ。カウントは2。さあ小橋勝ちに組んだ、勝ちに組んだ、キックジャストミート、オーダーオーダー、フロープに振った、簡単キック、池小橋、さあ回った回った、ローリング、ローリングクレイドル、20分経過している。ユリース重ね、ババさん、小橋の攻撃どうですか。いや、いいですよ、はい、こういうところでミスをしなきゃいいんですよね。あ、さあバックから狙われている、あーバックドロップ、なだれ式、カウントは2。円髄、あーちょっと小橋の口が開いてきたか、空中同時に落とし、あー危ない。ヤングジェネレーション超世代軍団の明日を担って、小橋ここで負けるな。場内小橋コール、ショルダースルー、預けた、これをかわせ、かわせ、カバーの体勢、
まあ、常にアナウンサーは中立の立場でいなきゃいけないんですが、どうしてもこのお世代闘争という点では、まあ、私の自分自身の年齢も関係ありまして、この新世代軍団の方に肩を入れてしまう、それはご了承いただきたいと思いますが、さあここからブロックバスター川野対して、さあ場内がコントンとしてまいりました。さあこの辺り冷静に見つめたいところでありますが、さあバックに回って尾てい骨割りからバックドロップ